楽旅若村ですさあ本日は1月の19日木曜日です午後の7時になりましたさあ本日もほぼほぼ毎日配信しています楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ本日もスタートしたいと思います拍手。 さあ少し全国的に寒さが厳しくなってきましたまあこれぐらいがこの季節本来の寒さなんでしょうけれどもまあ、京都は山に囲まれた盆地ということでそう底冷えの寒さと言われています骨の芯までこう寒さが伝わるような底冷えの寒さが大変厳しいのが京都の街の特徴で まあいつもねよくこんな寒いところ一方夏はうだるような暑さですから寒さ暑さ大変厳しい京都によく千年も都を置いたなといつも思います、まあ、しかしこの寒さがまた美味しいお食事を生み出したり夏に祇園祭りが取り行われるなど季節とともに暮らしてきたというのがまた京都の人々の まあ基礎根底にありましてね、まあ、この寒さ暑さこれとともに生きてきたそれがさまざまな生活の様式ですとかこういう建物の特徴ですとか年中行事にも多く現れているということなんです。今週末にかけてさらに月末にににかかけけててささら月大きな寒さが やってくるようですから皆さん、また大雪などの地域では雪への警戒を、ね、怠らずまたあの京都の人々はです、ね、ちょっとあのまた最低気温がマイナスになるそんな予報も出ていますのでなかなか、ね、氷点下に慣れていない私たちは水道管が凍ったりあの大変、ね、寒さが厳しいときはこのラクタ旅京町屋でも長津鉢の水が完全に凍ったこともあります。 まあそういう寒さに慣れていない分ちょっとね大変な災害とか災いもありますのでねちょっと気をつけながらこの寒い時期をですね過ごしていきたいかなと思っております先日新潟県の柏崎と石川県の金沢で事前学習修学旅行向けの講演を学校で行ってきたんですがどれだけ雪があるんだろうと思って新潟と金沢に行ってきたんですが待、ま、っ 核と言っていいほど雪が見られなかったですもうすっかり年末年始の暖かさで溶けていったようでで先日も大変暖かい日が続きましたのでもう雪がねすっかり溶けていました12月や年末のニュースで大雪に見舞われたという日本海側のニュースを聞いていましたのでどれだけの雪があるかなと思って行ったんですけれどもまあ、ちょっとね表紙抜けするぐらい そしてお天気が意外とねいい日だったんですよすっきりとした青空も見えてなかなかね冬の日本海側は青空が見えないことで有名なんです、どんよりとした空気が続くんですけれども曇り空が続くんですけれども、まあ、非常にねすっきりとしたお天気の日も時間帯もありましてね、えー、素晴らしい日本海側の新越本線の電車の旅も楽しみながらですね えー、昨日金沢で講演して今日帰ってきましたで明日もまたね金沢なので <laughs> そうなんです今日はこのためにまあこの後ねオンライン講座がありますので楽旅会員の皆様で楽旅大学校一般講座ご受講の皆様はこの後オンライン講座で京都の魅力をお届けします昼間のリビングの講座とこのオンライン講座のために京都に帰ってきておりましてね明日また朝一番 サンダーバードで金沢に行きまして夜は東京あさって土曜日は東京でまた公演がありますのでまた2日間京都を離れまして日曜日京都に帰ってくるという、まあ、そんなスケジュールなんですよ。ですから今週は月曜と今日木曜の2日間だけ、まあ、京都であとは本当にいろんなところで公演をさせていただいておりまして京都の魅力をねいろんな方に一般向けから または修学旅行向けまで、いろんな形で講演をね、させていただいているということなんです。で、今日もそういう意味では、この後。この。今、オンライン講座では。京都かける四十六都道府県ということで。京都は都として。全国の各都道府県とのつながりも。長い歴史の中で育まれています。何々県と。京都。 どんなつながりがあるか、まあ、これをねいろいろお伝えしておりまして、今日は四国の高知県とか中国地方の島根県などの京都とのつながりをトークしたいと思いますのでこのあと19時半から楽旅大学校オンライン講座ご受講の皆様はです、ね、ぜひお楽しみにいただきたいと思います。ということで今日はねちょっとぎゅっと凝縮版でお届けをするんですが。 今私たちね、楽旅では東本願寺、浄土真宗、親鸞商人ゆかりのお寺があります、京都の駅前の大きなお寺ですね、この東本願寺の門前、ここが今、市民緑地、市民の緑地として今、再開発されていましてね、まもなく美しいお庭として、東本願寺前が生まれ変わるんですよ。 でそういう新しいプロジェクトが今、動いておりましてちょっと皆さん覚えておられますかね、1年ちょっと前のアルファステーションラジオ番組の中で東本願寺界隈の魅力をねあのラジオで皆様にお届けをさせていただきましたけれどもこの門前エリアの魅力をね広く皆さんに知っていただこうということで今、さまざまなプロジェクトやイベントが東本願寺前あたりで開催されているんですよ。そこで急遽 急遽私たち楽旅の京都検定一級複数回合格するマイスター森さんがご案内する東本願寺前のスペシャルツアーがあるんです1月28日土曜日1月28日の土曜日午後1時半から約 2時間少し予定していますこれもモニターツアーという形で今回のその東本願寺の門前町の魅力を皆さんにお届けをするということでこれはねモニターツアーとして皆さん無料でご参加いただけるスペシャルツアーなんですご案内は森明子が担当させていただきまして1月28日の土曜日午後1時30分に東本願寺の 御衛道門、あの大きな門が、ね、入り口にありますが、あの門のところに受付を設けて、30分前の1時から受付、1時半集合、そこから2時間から2時間半ほど、この東恩願寺前のね、知られざる歴史を訪ねて、ウォーキングツアーを行いたいと思うんです。参加費が無料で、最後に少しだけアンケートを取らせていただくんですけれども。 この東音岸島への地域の周遊モニターツアーということで1月28日にスペシャルなツアーも出ますのでぜひ皆様ねご参加いただきたいと思っておりますまた今日お申し込み先リンク先を貼っておきますのでそのリンクからお申し込みページからお申し込みをいただきたいと思います基本的には30名限定の事前予約での散策ツアーになりますので ぜひお申し込みをいいいたただきたいと思います1月28日土曜日午後1時半から京都検定マイスター森明子が案内する東本願寺界隈隠れざる歴史を訪ねてという散策が行われますモニターツアーが行われますのでぜひ皆様のご参加をお待ちしております。はい、さあそして先日から 料理のの世界の魅力も皆様にお届けししてきました先日今,年今月の、ね、月刊楽旅通信で島原の音分の木村様にご登場いただきまして京料理の世界の魅力をねお届けさせていただきましたけれどもいよいよ来週23日月曜日に祇園増梅さんの方に行く4万円の参加費がこれもね実は国の 事業の一つとして行われる京料理の魅力を発信するプロジェクトなので4万円の参加費が2万5千円での参加ができることになったんです大変お得です普段入ることができない一元さんお断りのお茶屋さん増梅さんの方で芸舞妓さんとともに素晴らしい祇園の夕べを楽しむことができますお料理は 京都屈指の料亭の一つです京料理竹茂郎の料理を皆様には召し上がっていただきますもうこれだけでも元々ね4万円でもちょっと安い国の女性が入ったツアーなんですけども2万5000円ですで先日も会員の皆様からお電話いただきましてね行きますのでということでご連絡いただいております楽旅の今ご覧の皆様 ご参加いいただける会員様も多くなっていますのでぜひ、皆様も行ってみたいけどなと思ってた方、ぜひです、ね、お申し込みいただきまして、もしかしたら半分ぐらい楽旅の <laughs> 関係者に、私も行きますので関係者になるかもしれませんけれども、ぜひご参加いただきましてね、まあ、ちょっと気心の知れたり、ねまあ、楽旅という形でつながっている人がいると参加しやすいかと思います、も,うもちろん私もいますからね、安心材料、私もいますから。 ぜひ楽しみに今まで行ったことがないお茶屋さんに入ったことがない方ももちろんゲーマイコさんとのお話もありますぜひご参加をいただきたいと思います一月二十三日月曜日十八時からの祇園マス目掛ける京海石美濃吉本店竹重郎のお料理ということになってます二万五千円のねご参加でぜひお待ちしておりますその週末の一月二十七日金曜日の午後五時からの京料理天ぷら天気さんもねまだ受付 十分可能ですから天ぷらがいいという方は1月27日の金曜日こちらもね私ね、ね長野県で公演してギリギリ5時直前にね京都駅に帰ってきますからちょっとだけ遅れますけれども天気さんの方に駆けつけて私も参加したいと思いますのでぜひこの天ぷら天気さんの美味しいお食事を27日金曜日夜の5時から夕方5時からの 特別解析特別お料理になってますからねぜひご参加いただきたいと思います。はい、ということで、どうでしょうお、もうあと15分、さあ今日はですねこのあと19時30分から、らくたび大学校一般講座毎週木曜日、週替わりで講師がさまざまな京都の魅力をお届けします。今私は第3週目ののの木曜日を担当ししてておりまして先ほどのこの京都 全国の都道府県のつながりを毎月毎月いろんな都道府県にテーマを変えてご紹介しているということなんです。来週は森さん、一週目は山村、そして二週目は谷口と私たちの講師が週替わりで京都の魅力をお届けしています。あ、そういうオンライン講座を受けてみたいという方はですね、ぜひラクタビの方までねまたお申し込みいただいてもと思います。はい。ということで次回の ライブ配信はね、また週末少し京都を離れます、明日から。次回は1月の23日月曜日、昼の3時からをちょっと予定してます。昼の3時、15時から1月23日月曜日、次回のライブ配信をお届けしたいと思います。それでは、心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくります。さあ皆さん、合言葉は、 きっともっと京都を好きになるこの好きになるというところ皆さんも大合唱いただきまして手にはハートマークを作って今日も京都からたくさんの元気をお届けします皆様からもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思いますそれではいきますきっともっと京都を 月なるということで本日は午後の7時からお届けしました楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ後ろの床の間にはお正月の松と節分の南天と緑と赤金と銀でお飾りをしています しばらくこの豪華な床の間、この楽旅京町屋にお目見えしておりますので、またライブ配信でもね、じっくりとご覧いただきたいと思います。それでは、楽旅会員の皆様で、この後、楽旅大学校一般講座、オンラインの講座ご受講の皆様は、今度はズームに切り替えてお会いしたいと思います。それでは、本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。 それではポチーン。